お寿司が大好物。私は毎月1回給料日に行きつけのモナリザ寿司で寿司を食らうのが生きがいだ。はぁ最高、大将このマグロ溶けるわ。やっぱ寿司はマグロだよね。今日も元気だね。毎回おすすめで握ってもらっているのだが、私のような1を OL には贅沢の極み。今日の小肌はめっちゃめちゃうまいよ。本当に月1の唯一の楽しみといったところである。そしたら大将それ一つちょうだい。あいよ。背伸びな趣味かもしれない。へえ、ソラちゃんそんなことしてるんだ。おいしそうだね。そんな他愛のない話を。私なんて回転寿司止まりだよ。まあね、言っても趣味の領域だからさ。会社で同僚としていた。ほらくるみちゃんだってバイクとか乗るでしょ。ああそっか、そういうことね。せや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 。すると突然、女が一人で寿司屋とか生意気ですね。デデンデンデデンデデン。デデン寿司今好きなんだけど、なんかちょっとぐらいは言ってみたいだよね。そこらちょいデデン寝こいつからベロやけど。おい無視すんなよ。うるせえな、ちょい役緑。こっちはいつも赤やピンクの髪のやつにイライラさせられて忙しいんだよ。お前一番知名度低いしインパクトに欠けんだよ。おととい切り上がれ。毎回新人って言われてるぞ。お前コメ欄見てこいよ。仕切り直して。こいつは会社の後輩の知名度低い。てかさっきの君の発言だけど、自分のお給料で寿司行くのが生意気だって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 。なんでか説明しろ。いやだって女一人とかないっすわ。一人の何が生意気なんだよ。マックならいいけど寿司とか。マック舐めてんのか。寿司のどこが悪いんじゃ。高えじゃん。あてくしのお金よ。俺ですら行ったことないっすよ寿司とか。つまり哲くんが行ったことない店に女が一人で行くと生意気っつうことかい。なんで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 。もういいっす。手打った喧嘩は最後まで売り切れ。鉄はブスッとして去っていった。何がしたいのか全然わからん。あいつほんと超エイリアンなんですけど。そして次の給料日。ヘルシーこ大将、今日のおすすめ全部握ってちょ。てか聞いてよ、この間会社の後輩に女一人寿司は生意気だって言われたの。僕はいいと思いますけどね。女の一人寿司、えい優しさを持ちでしょ。てか一緒に来る相手いたら一人じゃないっつーの。寿司に舌鼓を打っていると背後に気配を感じ振り返ったら、お酌しますよ奴がいた。喧嘩売り切りに来たの誰だっけお前。あ、鉄か。いや、いいわ車だから。送りますよ俺が。モブと酒飲む気分じゃねえんだ。一口飲んだら気分も変わる。相変わらず鉄の思考回路が分からなかったので、ダン大将お会いする。あいよ。とりあえず逃げることにした。するとちょっと一人で帰らないでください。モブがわめき始めた。女が寿司を一人で食うとか贅沢無駄金俺におごれ。しん、そうして鉄は、ちょっとお客さん意味わかんないんで帰ってもらっていいですか。寿司屋を出禁にされた。さらにその寿司屋はうちの会社の上司が接待に使う店だったので。実はそちらの会社の鉄さんが。そんな恥さらしなことを。ということをチクられ、ちょっと鉄くんいいかな、実は寿司屋の件でちょっとお話があってさ。上司に呼ばれて何やら言われた模様。こうして鉄はおとなしくなり転職も考えてるとのこと。ったく女の一人寿司をなめんじゃないわよ。くるみちゃん今度一緒に行く。